はあのハロウィンということで、一気にこのかぼちゃを飾らせていただきましたが、あのもったいないのであのジャックオランタンにはすでにそのまま食べさせていただきます。10月もあの終えようとしているところでありますけれども、今月あの首都圏で、市長としてあの、まあ、トップセールスという形で、そういう機会が多い1ヶ月でありました。17日には商船三井株式会社の方でクルーズ船の寄港についてのプレゼンを行い、この陸奥下北観光ポイントや食についてのセールスをさせていただきました。またあの翌週の25日には中野区で行われました大祭典青森県フェア、それから千葉県浦安市の青森県フェア両会場を、まあ、文字通り駆け回り、陸奥市の美味しい特産品を首都圏の皆様に PR させていただいたほか、ダイエーの村井社長様には海に囲まれた当市ならではの美味しい海産物や山の幸、乳製品、そしてワインなど日本一の産品について知事とともにトップセールスをさせていただいたところでございます。明日から11月となりますが、市内の紅葉もまだまだお楽しみいただけます。そして明後日2日には先日お知らせいたしましたクルーズ船パシフィックビーナスが青港港に寄港し、市内の観光を行うことになっておりますので、市民の皆様の温かい歓迎をお願いしたいと考えております。それでは私の方から本日は4件の事項についてご報告申し上げます。まず1点目ですが、大畑地区にあります日内岳周辺の地熱利用に関してであります。地熱資源の調査、開発等を本格的に開始するため、地元の町内会、そして関係団体等で構成する陸奥市日内岳周辺地熱開発研究会を組織することとして、現在準備を進めております。第1回目の研究会は11月25日を予定しておりまして、現在各関係団体機関等への参加を要請しているところでありますが、当日は市民の皆様を対象とした地熱講演会も開催することとしております。また来年度にはジョグメックの地熱資源開発調査事業非助成金を活用したポテンシャル調査も実施したいと考えており、まあ、国との連携をしながらこの事業を進めてまいりたいと思っております。将来的には地域のエネルギーとして利用することはもちろんのこと、安定的な供給に期待ができることから、これを中心としたまちづくり、例えばスマートシティの形成などを視野に入れ、さらには熱水利用なども行うなど、民間企業を巻き込みながら夢のある事業に育てていきたいというふうに考えているところでございます。次は陸奥市政だよりのリニューアルについてであります。陸奥市からの行政情報につきましては、年23回発行する広報誌の市政だより、これを中心として皆様にお届けしているところでありますが、この度この広報誌を担う役割を改めて考え直して、つながる街の総合情報誌を目指して、来月10日発行のものからリニューアルをさせていただき、新たに広報陸奥としてお届けさせていただきます。リニューアルでは市政の重要施策を特集記事として皆様に分かりやすく掲載していくことや、これまで知る機会のなかった市民の皆様の活動の様子を発信することを大きな柱に据えまして、我々行政と市民の皆様、そして市民の皆様同士が広報誌でつながり、暮らしで一番の陸奥を創造していくとともに、広報誌が市民共同参画のプラットフォームとして機能することを目指したいと考えております。リニューアル第1号となる11月10日号では、まずは私の今の市政にかける思いを皆様にお伝えしたいと考えておりまして、青森中央学院大学専任講師佐藤先生と対談をした様子を載せて、特集として載せております。また、市民の皆様の活動に焦点を当てた、元気もりもり町内会、この人むっちぼしなど、新たなコーナーも設けております。その他には表紙の広報誌のロゴにつきましても一新させていただきまして、特徴的で目に留まるデザインとしておりますし、お知らせ情報を区分し、市からの情報、国県などからの公共情報、サークル団体等からの情報、そしてイベントに関する情報をこういった形で整理をして、お探しの情報を分かりやすく見つけやすくしているという構成にさせていただいております。なお今月は毎月
10日発行の上旬号に、あ、ごめんなさい、今後はですね、今後は10日発行の上旬号に特集記事や新設コーナーなどを盛り込むこととして、25日発行の下旬号については従来のようにお知らせを中心とする番とさせていただきたいというふうに思います。今今回新しくさせていただきましたけれども、今後も市民の皆様のご意見を伺いながら改善してまいりますので、皆様にはリニューアルする11月10日の広報誌をぜひ手に取っていただいて、見ていただきたいなというふうに考えているところでございます。続きまして3点目でございます。第2種放射線取扱い主任者試験の結果についてであります。下北睦市企業連携協議会が平成22年度から受験対策講習会に取り組んでおります第2種放射線取扱い主任者試験の平成26年度合格者が発表され、受験対策講習会を受講し、8月に受験した19人のうち5名が合格したことが分かりました。合格者の中には睦工業高等学校の生徒が2名含まれておりまして、4年連続高校生が合格するといった回答がありました。合格率につきましても全国平均 19.8% を上回っておりまして、26.3% となっており、受験対策講習会の成果が表れているものと考えております。なお来年度の受験対策講習会は来月から始まり、本日までの申し込み受付を行っているところでありますが、来年度もたくさんの方が合格することを期待するとともに、資格を身につけていただくことで企業の技術力向上と就業の機会増加につなげてまいりたいと考えております。最後4点目ですけれども、睦市地産地消運動協力展感謝祭の開催についてでございます。取れたて新鮮今が旬の睦市のうまい、これが盛りだくさんに勢ぞろいする睦市地産地消運動協力展感謝祭を JA ふれあい祭りおよび第45回みんなの消費生活展と同時開催をいたします。今年度で5回目の開催となるこのイベントは、安全安心な地域産品の販売等を通し、睦市のうまい、これをよりたくさんの方々にご賞味いただくことで、地産地消による地域経済の振興や伝統的な地域食文化の継承につながるものと考えておりまして、明日からの2日間、11月1日、それから2日、市役所開放エリアをメイン会場として開催いたします。メイン会場の特設ステージでは、りんご娘さんによるステージや、うっちゃん、みかちゃん、それからむちゅらんファミリーがコラボするミニライブ、このほか、むつ出身のお姉キャラ歌手、ずれやまずれこさんによる歌謡ショーなど、特典のステージイベントが予定されております。また、本年は姉妹都市盟約締結30周年を記念して、福島県会津若松市からも美味しい地酒や名産品などを特別出店していただくこととなっております。ぜひ多くの方々にご来場いただきまして、たくさんのうまいをお楽しみいただければと思っております。また記者の皆様もぜひお買い物にいらっしゃっていただければと思います。以上で私からの発表を終わらせています。